皆さんこんにちは、キリアです。 A 列車で行こうエクスプレス、続きをプレイしていきたいと思います。さあ今回はこのあたり、工場を作っておきました。この新しく作った駅のところですね。ここら辺に工場を作って、ここは前からあるやつか。そして地下に、このように、資材置き場作っておいてあります。で、ここでトラックで、この短い区間で走らせて運んでいる状態ですね。このあたりの細かい部分はもうすでにやっておきましたので、それで今度はいよいよここの新しく作ったこの路線、ここに電車を走らせていきましょう。でですね、以前、こちらの、このメトロ線に使っていたこちらの ARX ですけれども、これが今までもう定員数いっぱいまで人が乗っていた状態でしたので、前もなんか動画内で見た時にこれですね、 ARX、前ここ車両編成が10のままで、この定員数よりも少なかったからまだ余裕あるなと言っていたんですが、これ8両でしたね。8両編成で456人で 120% の乗客がもうほとんどの電車に乗っていましたので、新しくこちらの E217系というのを買いました。こちらですね、 E217系、総武本線横須賀線等、こちらが8両編成で1254人乗れる、で最大乗車率が 180% ですので、2000人以上が乗れる電車となっています。これなかなか速度も速かったですし、あと総武線横須賀線って確か地下走ってますよね。東京駅のところでこの総武線と横須賀線が乗り入れになっていて、それが確か地下だったような記憶があります。日本橋とか馬喰町とかそこら辺も地下を走っていて、錦糸町とかまで行くと地上に出てくるというような感じだったと思いますので、ここの地下のこのメトロ線にはぴったりでしょうということで入れました。それで前こちら ARX8 個、8個あったけれども、最大で6個しか置けなかったので、で、ここの新しい路線に使うなら、まずここで終点で1個、で、ここで途中の駅なのでここで2つ、で、さらに2、ここでも2、そしてこっちの終点で1個、置くとちょうど8本電車が置けるので、この ARX をここの新しい路線に流用していきたいと思います。ここの路線は多分まだそんなに乗客数も少ないでしょうし、周り何にもないですからね。ここの辺に住んでる人たちが乗ったりしてくるのかな。で、いよいよここの新しい駅の方でダイヤを組んでいきます。で、その前にここまだあれがクロスを作ってなかったんですよね。なので、線路でここら辺、ここ上り坂なので、横から見ると上り坂になっていて、で、そこ上り坂だと、線路を分岐させることができないので、この上り坂が終わって、この上り坂を上り終えて、ここからですね、ここから、クロスを作っていきたいんですが、ここら辺だとカーブがあるので、できない。これは、あれなのか。向こうへ通り過ぎるだけか。これで、ここで、この角度じゃ車線変更はできないですよね。そうなると、ここが、これでできる。これが一番、最短か、最短というか、駅に一番近い場所になるかな。では、ここで、作って、あ、ちょっと待って。待って。あ、そうか、クロスである必要もないのか。こっちから来て、で、こっちのホームに入って出発していったのが、ここでこっち側に入ればいいだけだから、この右側のこの線路からこっちの線路に行く分岐は必要ないのか。これで OK なんですね。よし。さあ、ではまずこれを配置して、で、この一周でまずどのくらい時間がかかるかですよね。まあ、とりあえず6時でやってみましょう。
これで6時になったらここを出発する、東キリアを出発して、でポイントを分岐に、あれちょっと待って、ここのポイントは分岐、んと待て、最初が分岐になってたけど、ちょっと見にくいけど、これ分岐だと右に行くのか、直進だとこのままこっちに行くということか。これで左のレーンに入れる。あ、じゃあ直進でいいのか、ここは。直進にして、そしてここに来て、ここが9時16分に到着。さあ、これで一周していきましょう。さあ、これで今一番向こう側の、キリアスタジアム駅に着きました。ここにゴルフ場がある駅ですね。で、ここで直進にして折り返しで向こうへ戻る。この時点で18時18分。12時間かかってるのか。12時間以上かかってるか。12時間と18分。大丈夫かな？これで間に合うか？さあ、これでここに戻ってきたのが朝の5時8分。ギリギリ大丈夫か？すんごいギリギリですけど。これで、ん？あれ？ 6 時に、また出発する。よし。で、ちょっと待って。これが6時に、向こう、ここを出て、6時に帰ってくる。6時直前。6時、5時にするか？ 5 時にするか？深夜に走るよりは、5時発にしましょう。5時発で、まあ、ほとんど5時に帰ってくるから意味がないけど、5時発にして、そして、もっと、ん？あ、鉄道記念館2オープン。はい、これプロジェクトが、まとめておいたので、これが1日おきにどんどん今みたいなのが出てくるらしいです。さっきもここでこの地下のダイヤ設定をやってる時にパカ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 出てきてました。地下であの絵が出てくると、この状態でこんな風にアップになって全然何もわからないっていう状態だったんですよね。よし、これで今ここを出発していったので、次の電車をここに配置して、今度ここを5時発。よし。よし。こんな感じで、全部の駅で5時発で電車を置いていきます。さあ、これで全部配置が終わりました。ここら辺の駅に、一つずつ、ホームに一つずつですね、配置しています。そして最終駅、折り返しの駅だけは一つ。こんな感じで全部で8本、全部で8つの ARX を配置しました。これで5時になったら出発する。よし。で、ちょっと気になるのが、ここが、駅から離れているので、これで折り返してくる前に、あ、ちょっと待って折り返してくるときに、向こうから反対から来る列車とぶつかったりしないかなというのを今チェックしたかったんですが、ちょうどその向こうから来た時に鉄道博物館3オープンとなりました。はい。で、ちょっと待って、ダメですね、ダメですね、これは。この19番の列車がこっちに来て、で、折り返すよりも先に後ろから来ていた電車がここを通っている。で、こうなった。ということは、後ろの待ち時間を長くするか？待ち時間を長くして、発車まで30分とかにして、で、こっちがこう行って帰ってくるまでの時間を稼ぐ。あれ、でもそうするとここで詰まっちゃうかな。ちょっと待って。後ろ今20番がここに行って、18番が後ろから来る状態で、ちょっと今前詰まってますけど、試して、
20番でここ停車時間を30分にしてやってみましょうか。これで後ろから18番が、あ、まだだいぶ時間余裕ありますね。そしたら、さあこれで、こちらの工場工業地帯駅で30分電車が待つようにしておきました。でその間にこっち側のはい、飛ばします。こっち側の電車が向こうへ行く。よし、これで OK か。うお、ちょっと引っかかった。あった、待て、これは30分じゃダメなのか。そっか、最初のここら辺はまだ駅の間が広いから最初のうちの電車は大丈夫だけど、後ろの方をこっち側になると駅と駅の距離が短いから30分じゃ間に合わないのか。1時間待つ、1時間は長いすぎますよね。ここで1周、6時で1周してくるのもギリギリだったし。そうしたらこれこっちの方とかじゃできないですもんね。カーブではできないし、坂道でもできない。あとこっちみたいに、ここの、キリア中央駅でやったみたいに、この駅の下に、スペースを作って停車場を作って折り返すという手もありますけど、それをやると多分というかほぼ間違いなく24時間で一周できない。なんとかここのポイントでぶつからないようにするには、後ろからやってくる電車が遅いければいい。もしくはこ、あ、ちょっと待って。後ろから来る電車がこっちの、この1番線ホームに入るのと4番線ホームに入るのを順番にやればいけるか？そうなると、先発の電車が1番線に入ったら、次の後ろから来る電車は4番線に入るようにする。とか、そんなやり方でいけるか？一旦つなげて、こうして、こんな感じで、線路を三つにしてやれば、あ、これでこっち側で合流させる。これはどうだ？これでこっちから来た電車はここでまっすぐ行くと向こうの1番線に入る。で、1番線から出た電車はこっち行ってここの線路に入る。で、ここで合流してこっちに行く。で、その1番線に入った電車の次の電車はこっからこっちに行って4番線に向かう。そして、こっちに行ってここに入ってここで折り返して、それで、待って、これってポイントになってんのか？なってないのか？ここってこれこっちからこっち行けるのか？ここを走ってきた電車がここで曲がれないですよね、これは。曲がるような作りじゃない。4番線から入った電車もこっち側へ行かないと、こっちで、ここで曲がってきた電車って、あ、でもこれ次の電車だから大丈夫かな。はい、そうすると、ここら辺で、あー、ちょっと待って、どうするか。あ、ここから伸ばせるのか。これでいいか。これで後ろから来たのはこっちに行って、ここの一番左の線路に入って、ここで合流してここの駅に着く。で、ここの
線路で合流する前まではこっちから来る、向こう側から来る電車が東キリアに向かうときに1番線に向かう線路と4番線に向かう線路を使って行く。1番線で1番線に入った電車はここでこっち側に抜けて一番左の方へ行く。よし、これでどうだ。さあ、これで5時になりました。この東キリアを出た電車はもうこの一番左の線路に入る。で、こちらの工業地帯駅から来た電車は1番線と4番線に交互に入るようにして、ぶつからないようにしようとしたんだけど、ダメ？ダメなの？これ。今ちょっと、微妙に引っかかる。ただ一応回ってはいる。突っかかってはいない。ぶつかってるけど。さあ、これで、ちょっと待って。こっちの電車が出発してないのは、一周に24時間以上かかってるからか。そうか、ここで、最初のこの15番、この東キリア初の電車はここで引っかからないから24時間で回って来られたけど、他の電車はここで若干引っかかっていたせいで、その分24時間を回って朝5時を回ったところで元の駅に戻ってきたのか。そうなるとどうする？引っかかったのはここなんですよね。これは大丈夫なんですよね。4番線に入って1番線に向かうのは大丈夫で、ここか。1番線から出た電車がここの4番線へ向かう電車とここでぶつかってしまう。これは大丈夫。ここなんですよね。この一番線を出た電車が向こうからやってくる電車とぶつからずにこっちの線路に入りたい。さあ、できました。だいぶ作り変えました。すんごい時間かかりましたけど、いろいろと試行錯誤を繰り返した結果、このような形になりました。この高低差を使って線路を組みました。どうだろう、これだいぶ自分的にはかなり自信作なんですけどね。線路をさらに外側に増やして4つにしてこんな感じにしています。こう高さがこんな感じになっていて、こうなる。まずここの工場駅を出た電車は、ここで、こっちの一番線に向かう、東キリアの一番線に向かう線路と4番線に向かう線路、これを一回ずつ交代で行く。で、一番線の線路に行った電車はこのままもうまっすぐ行って、前みたいにこう40メートルの高さを通らずに、ここの、これな、20メートルだったかな？高さで、ここの間をすり抜けていく。この1本だけならすり抜けられるんですよね。2本、一緒にすり抜けようとすると、ここにどっちかにぶつかってしまうので、高さ40メートルにする必要があったんですけど、線路1つだけならここを通れる。なので、それでこっちへ行って、ここの一番線につなぐ。で、この一番線で折り返すときに、ここの線路、ここのポイントで、こっち側の線路が今向こうから来た分ですね。そこを通らずにこっちで行く。ここのポイントをまっすぐ行く。で、そうするともうこの時点で、後ろから来る、一本置きの2本後の電車、がこっちから来るので、この時点でもうすでに向こうとはぶつからない。
で、こっちにまっすぐ進んだ電車は、この20メートルと40メートルの、この高低差を生かして、この下をくぐって一番外側まで行く。前までさっきやったのは、ここ40メートル40メートルでぶつかって交差していたので、ここで、詰まっていたんですけれども、今回はここを高さに差を出して、線路を交差させずに上下の立体交差で、こっち側まで行かせる。そしてそのままもうずっとまっすぐ行って、ここで合流して、これが最初にさっき作ったあの3本目の線ですね。ここに合流して、さらにここに合流して、この工場駅のところへ行く。あと、ここで、分岐した方は、分岐して4番線に行く方は、これはまあさっきと変わってないですね。ここが下に、1番線から伸びてる電線路が下になっただけで、こっちはもう変わっていない。このまままっすぐ行って、ここに入る。そして、こっから出てきたら、ここで分岐してこっち側に行く。これで、どこの電車ともぶつからない。で、ここに来たら1番線の方の線路と合流して、さらにここと合流して、ここに入る。よし。これは、相当、自信作ですよ。もう、収録時間2時間超えてますけど、だいぶ、うまくできたんじゃないですかね。さあ、これで今、この20番の電車が、ここの、キリア工業地帯のところに来たので、この20番の電車でちょっと見てみましょうか。ここでキリア工業地帯駅を出て、こっちへ行く。そしてこれが1番線に入る線路ですね。ここで他の線路は40メートルの高架に登っていきますけど、この1番線の線路は20メートル。この高低差を利用して、まずここに入る。この東桐谷駅に入る。そしてここで折り返し。そしてこう向こうへ行くときにこっちに入ると、この高低差を活かして、どこの線路ともぶつからずに一番外側まで行ける。そしてこれで桐谷工業地帯駅に向かって他の線路と合流してここに入ってくる。よし。これは相当どうなんだろう。もっとうまくやればシンプルにできるのかもしれないですが、こんな感じで作りました。さあ、ではこの19番の電車がまた今度こっちの4番線の方へ入る電車なので、これを最後見ていきましょうか。これで工業地帯駅を出発して、この電車はこっちの線路に入る。そしてここで40メートルまでぐーんと上がって行く。で、その間に1番線を出た電車が、あそこの下のところを通って向こう側へ行っている。さあ、これで東桐谷駅に到着。そしてここで折り返して向こうへ戻る。そして工業地帯駅から出発している電車は下の方の線路を通って東桐谷へ向かっているので、ここではぶつからない。さあ、これで鉄橋を渡って工業地帯駅に戻ってくる。よし。これでうまく回ることができています。ふう。で、そうこうしているうちに、もうここのあれがいっぱいになっちゃってきています。あ、で、ここの駅の、この資材置き場だけ、なんか最初に作ったのだと、場所が悪かったらしくて、工場から取らずに、資材置き場から取って資材置き場に置くっていうのを、なんかずっと繰り返していたので、道路を伸ばして、ちょっとなんか曲がっちゃいましたが、これで、
こっちの工場から運ぶようにしましたので、ここだけちょっと資材の溜まりが遅いんですが、あとはこんな感じで溜まってきている。さあ、これで、次回はそれぞれの駅でいろいろ建物を作って街を発展させていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、チャンネル登録等よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。それでは。